CMP トラックは、第二次世界大戦期に、カナダのフォードカナダ社、ゼネラルモーターズシボレーカナダ社で開発、大量生産され、カナダ軍、イギリス軍及びその他のイギリス連邦軍で広く、運用された、小型中型軍用トラックシリーズの名称である。1930年代中盤、ドイツでのアドルフ・ヒトラー率いるナジスの勢力拡大に、対し、 将来起こりうる紛争に備える目的で、イギリス国防省とカナダ軍当局関係者の間で、カナダ国内での軍用車両の製造に関する協議が行われた。第一次世界大戦で、カナダ軍はイギリス軍と共同で戦っており、今後ナチスとの間で起こるかもしれない戦争でも、カナダ軍はイギリス軍と協力して戦うことになるであろうと考えられたわけである。 そのため、カナダの国力をもって生産しようとしている、軍用車両の規格を、イギリス軍の標準規格に適合させておくことが、重要と考えられたのである。1937年の初頭、フォードカナダ社とゼネラルモーターズ、カナダ社が、積載量 15CWT クラス、4二輪駆動の小型軍用トラックの試作を、カナダ国防省より依頼された。 1938年になると、カナダ国防省は、より重量のある44輪駆動型、64輪駆動系を重要視するようになっていた。1939年になると、フォードカナダ社、ゼネラルモーターズ、カナダ社の絞ー部門、それぞれで、イギリスの要求仕様に基づいた、一連の軍用トラックシリーズが、大量生産の準備段階に入る状態となった。 この車種は当初、デパートメント・オブ・ナショナル・ディフェンス、DND パターンと呼ばれていたが、カナダ製であることを明確にするため、カナディアン・ミリタリーパターン、CMP という名称に改められた。フォード・カナダ車製の CMP トラックは、排気量 3900cc、出力95馬力の V8 エンジンを搭載し、ゼネラル・モーターズ、カナダ車シボレー部門製の CMP トラックは、 排気量 3500cc、出力85馬力の直列6気筒エンジンを使用していた。キャブ部分のデザインはフォード、GM シボレーで共通のものを使用しているが、生産中に2回デザインが更新されている。それぞれのキャブデザインは開発された順にナンバーワン1、ナンバーワン2、ナンバーワン3と呼ばれる。ナンバーワン1と12は形状が似ており、 違いとしては、NO12 のフロントグリル部分は上下に分かれており、上の部分はボンネット側についていることが挙げられる。1941年後期に採用され、終戦まで使用されたナンバーワン3キャブは、それまで以上にボンネット部分が短くなり、ほとんどキャブオーバー型に近い状態になっていることと、太陽光の反射を防ぐために前傾させたフロントウィンドウが、 特徴的なデザインになっている。CMP トラックのキャブデザインはいずれもボンネット部が短くパグのような顔つきと表現されたが、この理由はイギリス軍による要求仕様で車体をなるべくコンパクトにして輸送しやすくするという条件があったためである。前述のようにフォード製、GM シボレー製それぞれの CMP トラックはキャブも含め外観デザインはほとんど同じであったが、 両者の識別点としては、ホード製の車両のフロントグリルは正方形のメッシュになっているが、GM シボレー製の車両ではメッシュが菱形のダイヤモンドパターンになっており、斜め十字型のシボレーのエンブレムが取り付けられていることが挙げられる。第二次世界大戦が始まると、カナダ国内の自動車製造業者は戦争に協力するため、CMP トラックを含む軍用車の生産にシフト、 していった。1940年のダンケルクの戦いで、連合軍は、ドイツ国防軍に大敗を喫し、大規模撤退を余儀なくされた。この敗北により、イギリス軍は大量の軍用車両を含む、軍需物資を失い、CMP トラックに対する需要も一気に高まることになった。CMP トラックは、フォードカナダ社、ゼネラルモーターズ、カナダ社の絞営部門で、 それぞれ生産が始まった。これらの車種が部品の共通化を図っていたことや、折からの世界恐慌の影響で、カナダ国内の生産力が余剰化しており、これらが生産に協力したことにより、生産力は急速に増していった。最終的に第二次世界大戦を通じて、総計50万台以上の CMP トラックがカナダで生産された。これは、 第二次世界大戦中にカナダで生産されたすべての軍用車両のおよそ3分の2に相当する台数である。また、アメリカ合衆国で大量生産されたジープの約63万台、GMCCCKW の約56万台に迫る膨大な量であった。基本型である汎用のカーゴトラック型はイギリス軍では GS と呼ばれており、これに加えて、 水タンク、燃料タンク搭載車、回収車、無線車両、工平車両、ティ T など多くの派生車種が製造された。また、体型タイヤを装着した CMPFAT と呼ばれる公平トラクター型も生産された。また、1万両近くの CMP トラックのシャーシが走行車に改造するベース車台として生産され、カナダだけでなく、 インドや南アフリカなどにも供給された。イギリス軍の第二次世界大戦の公式記録には、この戦争でのカナダによる連合軍の勝利への最も大きな貢献は、CMP トラックを含む軍用車、軍用トラックの大量供給である、と記されている。CMP トラックは第二次世界大戦終了後も、世界中の軍や民間においても活躍を続けた。 1948に始まった第一次中東、戦争ではイスラエル国防軍によって、即製の装甲車に改造されて使用された。CMP トラックは、フォードカナダ、GM シボレーカナダの2社で、それぞれ 8CWT、15CWT、30CWT、60CWT の4段階の積載量の車種が開発され、また全輪駆動とそうでないもの。 異なるホイールベースを持つものなど多数の形式が開発され運用されている。ありがとうございます。